今回は七福神様とワッハッハということで笑い の絵です。七福神様はやっぱり笑いが似合いますし、私はいつもこのように描いておるんですけれど、まず、白い墨をまず落として、その上に肌色をのせます。で、まあ、顔の輪郭を描いていきます。今描いているのはエビス様、大黒様、布袋様の3人を描いてるんですが、みんな基本的に同じです。この段階まではこの白を入れる理由は、白を入れると肌色だけで描いた場合と違って、なんとなく顔に立体感が出ます。でこちらは、毘沙門天様、ちょっと肌の色を変えて凛々しい、褐色にしております。この後ですね、この方は弁財天様、唯一の七福神の中で女性で、やっぱり笑い方もちょっと手を添えておほほという感じで描きたいと思います。この後ですね、各人の皆様の お顔を描いていくんですが、乾かさないとにじみますので、とりあえず今アイロンで乾かしています。この後弁財天様が上におられて、大黒様、恵比寿様、布袋様、毘沙門天様、全くベースは似たような形ですけど、この笑い顔とか輪郭とか目などで表情を変えていきます。やっぱり笑い顔というのはいいですね。豪快に豪快に笑って、そこをね、思いながら描いております。このような型を描くときは、もう私はもうずっと描いてるんですけど、大体もう描く感じをもう決めておりまして、キャラクターの顔、こういうのはこう描こうということで決めておりますので、それに沿って書いております。これは大黒様ですね。象徴的な帽子と、それとひげですね。大黒様のひげは私はこういうひげに決めてます。次はエビス様、布袋様、エビス様のひげは、まあ、こういう形、大黒様はもみあげがある形にして、ごめんなさい、布袋様はもみあげのあるひげにしてます。なんとなくその同じようでも表情が違うし、やっぱり白でちょっと浮かすというかな、するとだいぶ表情が明るく出ます。普通水墨の場合は白の墨じゃなくて水をちょっと白の落とす方もおられますね。そうするだけでもちょっと動いて表情にが出てきます。おしゃれな弁財天様ですね。ちょっとお上品に笑ってます。あとこれは寿老人様ですね。千歳という噂があるお方です。長寿のシンボル。それこちらが福禄寿様。えらい簡単に書いてますね。こちら福禄寿様ですね。これで7人の七福神様が揃いました。
まあ、ちょっと今からこれ花をね、周りに花をちょっと描いて明るくしたいと思います。今これね、いろいろな描き方がありますけど、その一つで白い墨でまず花を、花びらを、花ですね、花を描いております。まあ、リース風の花にしたいと思っております。白い墨で描いて、これ非常に綺麗に描きますよ。面白い。この後見ていてください。白い墨で描いて、今度他の墨を、この花の色に合わせた墨を同じようにのせます。そうするとなんか白い墨が浮き上がりまして、非常に何て言うか落ち着いた色合いのいい花束になります。これも一つのやり方ですね。はい、やっぱり花があると明るくなって笑い声が思わず聞こえてくるような感じになります。枝ぶりを描きまして、まあ笑い声、わははですね。いかがですか。楽しい絵ですので、また皆さんもまた描いてみてください。ありがとうございました。終わります。